を起こすにはですね、大きく3つの場所が、関わっていますね。ここがもうまさにそのホルモンの、中枢なんですね。その受精卵の着床を助けるために、はい、皆さんこんにちは、山下湘南夢クリニックの吉田です。今回はですね、生理について、皆さんと簡単にお勉強しようかなと思っています。なるべくね、分かりやすく説明しようと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。じゃあ始めていきましょう。ここにあるのは、人の体を、頭からですね、ちょうど子宮の高さまで、イラストで描いています。生理っていうのはですね、子宮だけで起きるものではないんですね。まあそんなのね、学校で教わってるよなんていう人も多いと思うんですけれども、まあもう一回ここね、おさらいをしていきます。生理を起こすにはですね、大きく3つの場所が、関わっていますね。一つは、視床下部という一番頭の、上の部分で、そのちょっと下にある今度下垂体と呼ばれる部分ですね。あと最後は、子宮卵巣と、この3つが、うまく連携して、生理が来る、そういうふうになっています。じゃあ実際にどういうふうに、進んでいくのかっていうのをね、これから、勉強していこうと思います。スタートはですね、この視床下部と呼ばれる脳の、下の部分、ホルモンをね、コントロールする一番中枢の部分なんです。この視床下部が一番最初にですね、生理を起こすために何をするかというと、ゴナドトロピン放出ホルモンというのを分泌し始めるんですね。でこれは常にずっと同じ量出てるわけではなくて、その期間によってそのホルモンの、まあ、強さとか、あと感覚が、常に変わっています。常に変わることが、実はこの後ね、説明する卵子を育てるのに非常に重要な動きになっています。でこの GnRH が、まず最初にそういうふうに分泌、をすると、その、ホルモンの受け手がですね、この下垂体というところになります。これもね、非常に小さい、もうあの小指の大きさよりもね、小さいぐらいの、臓器なんですけども、ここがもうまさにそのホルモンの、中枢なんですね。産婦人科にかかわらず、その他いろいろな内臓のね、ホルモンをコントロールしている部分なんですけれども、この下垂体から実際に子宮や卵巣に向かって、刺激が加わっていきます。実際にどういうふうに加わっていくかっていうと、まずですね、生理が始まって3日目ぐらいから、この下垂体から卵胞刺激ホルモンというこの FSH というやつと、あと黄体形成ホルモン LH、 この2種類が分泌されます。でこれらのホルモンはどこに働くかというと、卵巣ですね、ここにあるちっちゃい丸のね、2つ、この卵巣にそれぞれのね、ホルモンが働いていきます。でまあ、話を簡単にするので、まあ、分かりやすく言うと、この黄色いホルモンが分泌されると、卵巣の中で卵子の袋がですね、最初生理中は小さいんですけれども、排卵までに向かってこうだんだんと大きくなってくる。だいたい2週間ぐらいかかります。その袋を大きくさせるのがこの、卵胞刺激ホルモンです。で、卵胞がね、大きくなるに従ってもう一つ大きな、変化があるんです。それがここに書いてあるエストロゲンと呼ばれている卵胞ホルモンですね。これ名前似てってちょっと分かりづらいんですけれども、こちらは卵胞ホルモン、まあ、よく言う女性ホルモンの本体です。でもう一つがここに書いてある黄体ホルモンで、今はこの卵胞ホルモンに限って説明まず最初にすると、その卵胞が大きくなると、このエストロゲンがですね、最初は値が少ないんですけれども、だんだん大きくなってきます。で排卵間近になると、このエストロゲンの値っていうのは急激にですね、伸びます。よく指数関数的にガッと伸びるっていうんですけども、でそういうふうに大きくなる、値が大きくなると何が起きるかと、そうするとここに今ですね、青い線が引いてあるんです。でここにフィードバックと書いてあります。フィードバックっていうのも言ってみれば戻ってくるという意味なんですけども、このエストロゲンが上がるとですね、その上がったエストロゲンが再度この視床下部に働きかけます。そうすると今度は視床下部が下垂体を刺激はするんですけれども、急激にですね、この LH のホルモンの分泌を増やすんですね。これを LH サージと呼ぶんですが、この LH サージが起きると卵巣の中で、排卵の変化が始まってきます。おおよそこのホルモンがスタートして32から34時間ぐらいすると、卵巣の中で大きくなっていたの袋の、ね、中にある卵子が
卵巣の一つにポンと排卵っていって飛び出してくると、それで排卵が成立します。で、排卵した後これらのホルモンはね何もしないのかというと、そういうことではなくて、今度はメインとなるのがこの LH と呼ばれるホルモンですね。で、これはですね、排卵した今度袋が黄体というのに変わるんですけれども、その黄体から出るホルモン、黄体ホルモンを刺激するような形になります。で、黄体ホルモンというのは何をするのかというと、今度は排卵した後にですね、子宮の中に受精卵がつく必要があるので、その受精卵の着床を助けるためにこの黄体ホルモンというのが排卵後から出始めます。で、ちょうど排卵して5日後、受精卵が子宮の中に到達する時期に、その受精卵がちゃんと子宮の中につくためのですね、準備をします。そこに受精卵がもし来た場合、そこに受精卵が着床して妊娠が成立すると。で、その時受精卵がなければ、黄体ホルモンは2週間しか分泌が継続しないので、最終的にその期間が過ぎると、このエストロゲンとプロゲステロン両方のホルモンの分泌が下がっていって、最後には生理が来ると。なので、このだいたい28日の中で、今言ったようなもっと本当は細かい制御があるんですけれども、簡単に言ってもね、これだけの事件が起きているみたいな、そんな感じで、実は毎月生理が来ているというのが生理の仕組みになっています。